はい、どうもこんにちは、まさやんです。本日も、ゴーストオブ対馬続きやっていきたいと思います。お頼みを聞いてください。ちょっとお待ちください。現在ね、新しいエリアに入りましたが、ちょっと情報がね、今昨今わからないので、ちょっといろいろと聞き回って、クロード様のやつな。助かった。サゴの街道で恐ろしい光景を目にしてしまいました。サゴ？あれはひどいものです。サゴ？父親が見ている前でその息子の亡骸を火に吊るしたんです。父親の叫び声が耳から離れません。それは捨ておくわけにはいかんな。とんでもないやつだな。座ってるだけで気持ちが安らぐ。どこだ？どこだ？ここじゃないな。ここか。佐護の村。泉の村。とりあえずね、ストーリーを進めたい前にまずここ行きましょう。お頼みを聞いてください。百姓。猛虎が我が師匠を捕らえて。コトゥンハーンのために鎧をあつらえさせたのです。島を踏みにじるだけではなく技術まで盗もうというのか。師匠は鎧を作り終えると月を見て逃げました。ハーンの鎧を持って。その行き先は？二つの部位をそれぞれ違う村に隠したと本人から聞いております。他の部位も？もうこの手中に。隠し終える前に見つかったのか。師匠は残りのありかを白状することを拒み殺されてしまいました。鎧をすべて見つけ師匠の仇を討とう。あなた様が来てくだされば師匠も浮かばれます。鎧を揃えていただければお体に合うよう私が直しましょう。ハーンの鎧、ノーマル浮世草ですけどね、ちょっとこれ気になりますね。村って言ったから、あ、全然違った。お、そういうバルトゥ百都町、百都町漁村、あ、ここ最後ってことか。じゃあここへ。誰か分からんけど、これ名前教えてくれよ。とりあえずここに行くか。とりあえずちょっと行きましょう。旅に ストーリーを進めずに行くという。そっちと、あ、行けないかな、どっか。あ、これは、あー、そこか。鳥がいるってことはどっかなんかあるな。新しい何かが。
剣の道は自我を捨ててから始まる。なんかもう音がしたな。殺すんじゃなかったな。失敗したな。今回もね、かなり広いんでね、いろいろと多分ひまわりしながら行きたいと思いますが、これは今何だったかな。まず最初に、違う、これじゃない、どこだったっけ。俺どこ行った、あれどこ行った、あれあれ、あ違う、これじゃない、あこれか、高い木のようやった。はい、死ね、もうよし、ぶっ殺すぞ。ほら、くそ、やられた。はいはい、チャリー。敵はどこにいるんだ、そこか。どこだ、登るところはどこかいな。殺せ殺せ、どこだ。お邪魔しました。おはようございました。いいや。
逃げろお前ら。何百もの猛虎がはびとる城をお一人で取り返したそうですね。このことは生涯忘れません。道中気をつけ。行くぜ。ようこそここへいらっしゃい。さらばごくろう。助けてくれ。よし逃げろ。これはなんて下方物だ。もう安全だ。よし行け行け、逃げろ逃げろ。はい、ご苦労様、皆さん。死ねこら。いかがにしろ、クソマジ。どこだ。ここか。前、ああ死んじゃ死んじゃったやっちまった。調子こいた調子こいた。あなんかおるな。変なとこおったな。この命すっかり諦めておりました。早く逃げよう。ぶっ。一人作ったな。
どこいんだ。いっぱいしたな。どっかにいるな。どこだ。どこだ。どっから。ここか。さっきは上に上がれたか。どこだ。どっから上に上がれるんだ。こっからか。ってことはここから登ればいいのか。まずここを。で、これで、あまっ、間違えた。そんな生き残った。やりやがったな、ほんと。ありがとうございました。よし、どこいるかな。オスです。オスの場所できんよ。敵がいるところはどこだ。あっちょったな。この猟犬が。間違えた。ほら、これ落とさねえな。なんか俺兵庫なんか変なのつけとったかな。これはいらないな。これを覚えとこう。はい。他に手はない。はい。はい。はい、死ね。近くに敵がいるってことはどこだ。
死ね。まだなんかおんな。ここ登るか。上か。死ね。お侍、お会いしたのも何かの縁。この鎧は猛虎に追われた職人から託されたものです。では俺がハーンの代わりに預かっておくとしよう。よくぞ守ってくれた。当然のことです。 V 河内の漁村で見つけたと。ハーンの鎧を更新しましたと。よし。なんか更新されたんかな。バルトゥ百都庁を倒せ。ドグシン百都庁。何だ百都庁って。大体情報がありますね。教えてください。ご存知ですか。多くの者が雪深い城郭の山を登って刃に炎がまとう秘密の技を探してるそうです。来た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 。それがあれば寒い地で役立ちそうだ。だがなぜ皆その秘密を知っておるのだ。琵琶法師です。その話が心に響いたのか大勢が山に挑んでいるとか。俺も聞いてみたいものだな。まだ麓にいるかもしれませんね。長いするとは思えませんが。来たよ。これ待ってました。ありがとう。待ってたよそれ。あ、まあ近いな。ちょっとね、またこれは別の案件で、伺わせてもらいましょう。でね、まあ前のね、ちょっと晴れて話しましたけど、もうちょっとしたらね、アップデートが入りまして、2週目ね、以降のあれがあるんですけども、私マサヤンのちょっと状態ではまだね、その更新後に行く2週目すぐ行けないんでね、ちょっとあれですが、うまくやっていけたらね。これどこ行ったらいいかな。2つ進んでからストーリーやめようかな。ここバルトゥ百都庁を倒せ。強そうやな。やりか。やないな、なぎなたっぽいやつか。よいし。
間違った。どこんだ？またか。いつもそうやな。家族を弔ってやれ。絶対四つ筋なんかあるよな。日暮れの高台。絶対なんかあれするよな、そうやって。蛍光台はちょっとまた別のあれにしましょう。これね、ことって書いて金って読むけどね。いやじゃないよんだ。槍苦手なんだよ。逃がしたからか。どうかお助けください。ここで死ぬかと思いました。さあ、早く逃げよう。どうぞ、お受け取りください。全部出てないはずやけど。
どこだ。バルト百都庁か。あら、あれ違うな、どこだ。こっちか。区内で敵を倒せ。お、森端があったぞ。あ、違うな、これ違う。はい。詐欺役、間違えた。逃げろ。関係なしにぶっ殺すぞ。やられた。
油断したで。はい、回収。なんで敵を倒せばよかったな。倒そうか。はい、しょけい。あと2つはどこだ。どこだとは。はい。あっちめっちゃおるな。失敗した。あっちにおったぞ。これで爆竹。来い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 。はいはい、よろしくどうぞ。はい、やったい、やらさい。はい、オッケー。よし。はい、チャリー。グッジョブ、グッジョブ。
はい。はい。はい。くそ、食らった。はい、はい、はい。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 はい、はい。はい、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 くらえ。ハーンのために作られた鎧の一部だ。よし、シャックとジョーを倒せ。よし、はい、本日もご視聴ありがとうございました。あとね、残り2個残ってますが、時間的にねちょっと難しいと思うので、また残りの時に撮りたいと思います。じゃあ、本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは失礼します。